ジキックを使って次どうするか。藤井が狙ってきました。決まりました。いやこれも佐々木しっかりコース入ったんですけどね。立ち上がり印象どうですか。そうですね、お互いに昨日とは少し変わってディフェンシブな戦いになってると思うんですけどね、はいはい、こういうところも。さあここはイージーになるか藤井優真、はいはい、確かに昨日も第1クォーター川崎がリードする展開でしたが、ここもダブルクラッチ。サーディラベナ、さあここはワイドオープンになったか、中侵入、そしてノールックパスからサーディラベナ、左のコーナー、コーナー3、守りきりました。3円さあ早い展開に持っていきたいラベナ、そして余裕を持って佐々木流星のスリーポイント。佐々木は今日スリーポイント5分の3。ここはファジーカス、何ですか今のシュート。当然そのあたりにはヘッドコーチの采配というところもあると思いますが、ね、さあサーディラベナ、ラベナどうするか、中通した、これで同点40対40。ノーミス、スリーポイント狙うか、いやはじいかす、もう一度ノーミが受けていきます。さあフェイクを入れながら、このシュートが決まっています。さあ今度は川崎が、こちらはアイゼアキス、長谷がついている。さあディフェンス奪った、スティールから、ここは糸がない、藤井から、素晴らしいダンクは上段ヒース、徹底してここですね、はい、ヤングジュニア、そして長谷川、長谷川のスリーポイントはこれは外れる、しかしファジーカス拾っている、自ら行く、そしてバスケットカウントエンドワン。佐々木からヒックス、ヒックス、そしてサーディラベナのジャンパー、これが決まった。タイムアウト、タイムアウト、3エンド点、タイムアウトでしょ。さあ始まります。藤井のシュート、ここでブザー、ニック・ファジーカスのピックを使って藤井優真、キックアウト、篠山流星、さすが3円は小さい選手を多く使ってます、はい、さあ篠山が行く、スピードを生かしたベテラン篠山、金丸に渡すか、その金丸戻してメイテンのスリーポイント、ヤンテメイテンのスリーポイント、しかし外れる、こぼれる、そして篠山流星打つ前にブザー、最後は勝利のブザー。